はい、50歳からの美顔は武器になるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。はい、今回はあのね、セザンヌがねすごいあのいいなと思って揃えてたらフルメイクできるぐらい揃っちゃってたので、セザンヌ縛りで、セザンヌでねやっぱり大人でもちょっとどうですか、ちょっとおしゃれっぽく、なったりするっていうことで、崩れにくいね、簡単にセザンヌを使っていこうということをやっていきたいと思います。では行ってみよう。オールセザンヌでやってみようと思います。セザンヌ皮脂テカリ防止下地ピンクベージュ、しっかりね、化粧水乳液ね整えてから塗っていきます。でこの下地ね、あのすごいあの持ちます、サラッとしててね。ただ私あのレンチョンでつけるとなんだか少し肌が気持ち荒れる時があるので、すごくねあの今日は暑そうな日だなとか汗かきそうだなとかって思う日はつけたりはするんですけども、今日はね結構室内にいるなって思う時はつけません。うん、結構ね使い分けるといいと思うんですよね。特に、40代50代くらいのね肌質って更年期が入ってきたりとかねすると肌がすっごい乱れやすいので、こうね自分の肌の変化に合わせて化粧品をね変えていくっていうのも一つだしね、こういう今プチプラとか言って手に入りやすいね値段で可愛いものたくさんあるので、そういったものをね冒険にして使うとか、ベーシックな色は私結構ねちょっとねデパコスの方にしたりとか、逆にちょっと可愛らしい色とか、普段あれこれちょっと突拍子もないのっていう色をなんかねちょっとプチプラで仕上げたり買ったりとかすることが多いです。うん、で今回、こちらの方セザンヌウルトラカバー、UV パクトっていうことで UV が入ってるね。よいしょ。でちょっとね大きめのパフで仕上げていきます。で今日すごいねいい天気なので結構ねツヤっぽいベースっていうよりはちょっとね気持ちいいマットに仕上げといて、アイシャドウとかねハイライトとかでつややかにしていきたいなと思っております。こちらの方がセザンヌブラシ付き、アイブロウ繰り出し、これね、02番の色ですね。こうやってブラシついてるのでちょっと毛を整えまして、これね私初めて使います。買ってあったんだけど眉ねお気に入りのやっぱりねいろんなものがあってなかなかね使ってなかったんですが、どちらかというと硬すぎないのでちょっとね柔らかいまではいかないんだけど、結構ねガッと描くと色がねしっかりついていくので、手をねすごい優しく動かしていく感じですかね。ね、この眉頭の方とかもこう、ね、上に向かって1本ずつに生えてるように動かしていって、ね、絵を描くように眉毛描いてあるとペンシルでもグラデーションねついてくれるので、結構ねベタってこう描いちゃうと強い眉になっちゃうので、なのでね毛の空間とかに入れていってちょっとね最後こう動かしていったりとかしてあげます。今日は口紅が一番ねセザンヌの中で、今回これがちょっと茶系のね105っていう色なんですけども、ちょっと大人っぽいね、オレンジブラウンみたいな色なので、こちらの方ね一番ね今日使おうと思ってる色で一番濃いので、今日はバランス見るのに口紅からねつけていきます。まずねそのまんま今日は直塗りですね。
入れていきます。でちょっと血色をね足して、今日は順番が違いますか、スザンヌのエチク01ですね、馴染ませて、今日はファンデーションそんなにね、つけてないので血色よくつけていきたい感じで、セザンヌのこちらパールグローハイライト01ですね、シャンパンベージュ、これすごい綺麗なんですよ色が。で今日ちょっとハーフマットに仕上げてるので、ちょっとねこういう高い位置ですね、ちょっと鼻筋にね、ちょっとキラッと入れときます。で色カチナの方のアイシャドウの、05番とこちらの、04番、ね、綺麗でしょ、この色重ねていきます。でまずねこっちの色の方真ん中にねちょんちょんと置いて、ワイパー塗りをねちょんちょんと置いて、ワイパー塗りね、パープルを目の下に塗っていきます。ね、こんな感じかな。でジェルアイライナー少しねキリッと足りないなと思ったら、この外側の部分にほんのちょっとねここの部分ですね、でね細い筆でちょっとなぞってあげます。どうですか、このぐらい、このぐらいだけでいいので、そこに入れたら綿棒でもいいですよ、細い筆ね、ちょっとだけ、こんな感じです。じゃあちょっとね、着替えていきますね。はい、いかがでしたか、こんな感じになっております。はい、今日はね本当にねさらっとさせた感じ、こうハーフマットな肌質っていうことで、本当にこれとねちょっとねコンパクトパウダー、ね、使っただけで、コンシーラーとかね全然使ってないんですけども、色味をねちょっと効かせたりとか、アイライナーもちょっとね端っこだけ入れるとかね、口紅にポイントを持ってくるっていうだけでね、プチプラでも大人のねおしゃれな感じが出せるっていうことで、今日はね見ていただいたんですけども、ぜひねいろいろ試してみてはいかがでしょうか。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございますね、高評価ボタン、登録ボタンを押していただけると嬉しいです。年を重ねながら綺麗になりましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。